朝はいつもコーヒーを飲んでます。日本にいるときはほとんど飲まなかったんですけど、ベトナムに来てからは毎日絶対ベトナムのコーヒーを飲むんですね。最高うんカフェよ。ベトナムのコーヒーはほんまに強いですよね。日本のコーヒーだと多分1日に何杯も飲まないと眠くなるんですけど、ベトナムのやつだと朝に1回飲むとその日はずっと起きてられますね。使ってくれないんですね。猫が好きなのはなんかスーパーの袋とか段ボールとか無料で遊べるやつばっかりです。だから今では猫がおもちゃ何も買わないです。ぼやん。ベトナムに来てコーヒー以外にもよくお茶を飲むようになりました。これはアティソーかな。日本ではそこまでお茶飲まなかったんですけど、ベトナムに来てからはコーヒーとお茶を毎日飲むようになってます。お茶だけで多分1日2リットルぐらい飲んでますね。このお茶です。美味しいですよ。おすすめですね。皆さんはコーヒー飲むとき、あったかいコーヒー飲みますか？それとも冷たいコーヒー？僕基本的には絶対氷を入れて飲むようにしています。あ、いい匂いですね。これに慣れるとなかなか他のコーヒーには戻れませんね。基本的には僕は朝の6時に起きます。そして最近は家で仕事をしますよね。コロナのせいで会社に行けないので、あ、家で仕事をします。で8時から仕事なので大体2時間は自分の時間を取ってるんですね。もしも自分の時間がないならちょっとイライラしてしまいます。でここが僕の仕事場です。仕事をするときも YouTube の編集をするときも全部ここでやってます。これはクッションですね。長い時間座るのでこれがないなら腰がめっちゃ痛くなるんですよね。じゃあ今からちょっとネットフリックス見ます。僕は基本的に朝シャワーを浴びるようにしています。その方が体がスッキリするからですね。
僕はヒゲが伸びるのが早いので毎日剃らないといけないんですね。それがちょっと面倒くさいです。 OK、 ではチャイパー。今から秘密の運動をします。もともとはジムに行ってトレーニングしていたんですけど、コロナのせいでできなくなったので、今では家で椅子を使って簡単なトレーニングをしています。僕はデスクワークでずっと椅子に座って仕事をするので、肩とか腰がものすごく凝りやすいんですよね。だからこの運動をすることで肩と腰の凝りが治ります。見た目すごく変ですけど、これものすごくおすすめなんですね。もしも皆さん肩こりとかに悩んでるんだったら一度試してみてください。意外としんどいですよ。シャワー浴びたばっかりですけど、またちょっと汗かきました。なるほど。もう一つ僕には朝の習慣があります。それは神様に毎日お祈りすることですね。日本にいる時は別に仏教徒というわけではなかったんですが、ベトナムに来て自分で拝謝をするようになって毎日お祈りする習慣がつきました。最初の頃はもちろん大変でしたけど、慣れると自分の生活の一部になるんですね。だから今では全然なんか面倒くさいところはないですね。ベトナムの人のほとんどは仏教徒が多いのかな。日本では実は仏教も有名なんですが、日本の神様も有名なんですね。だから神社とお寺と2つあります。僕の家は両方混ざってる感じですね。普通燃えてしまうと全部形がなくなりますけど、この三角のやつは燃えてもずっと形が残るんですね。これで僕の朝の習慣は大体終わりですね。あとは仕事の準備に取り掛かります。朝ごはん食べます。基本的に朝ごはんはグラブで注文することが多いですね。今日は多分フエの料理、バインベーかな。いただきます。うん、美味しい。もううまい。そしたら今から仕事の準備をします。今日は朝の8時からミーティングがあるので、まずはミーティングの準備ですね。このマイクは YouTube でも使ってるやつですね。基本的にミーティングは Zoom を使ってやります。よいしょ。これで準備バッチリですね。そしたらちょっとミーティング失礼します。URL が発行できるんですけど、それを読み取った時に行くページがなくなってしまうんですよ。あ、こんな感じですね。僕の仕事はウェブディレクターと呼ばれているものですね。 IT のイメージといったら、なんか自分でプログラムを書いてアプリとかウェブサイトを作る、そういった印象があると思うんですけど、僕の場合は自分ではプログラムは書かないんですね。その代わりお客さんとやり取りをして、どういったものを作りたいのかまず聞きます。その後ベトナム人のプログラマーにこれを作ってください、そういった指示を出すんですね。そのためにワイヤーといってホームページの大体のデザインの案ですね、そういったものを作ったりします。あとは作ったもののテストをしたり、お客さんの要求ですね、それをどんどん追加していったり、そういったことをしています。基本的には
ベトナムの人とは英語でやり取りをします。日本語はほとんど使うことはないですね。そしたらちょっと仕事に集中しますね。Yeah!